お笑いコンビのバナナマンとサンドウィッチマンが MC を務める TBS 系バラエティ特番バナナサンドフレッシュな人材を萎縮しますが、4月4日に放送される11時56分新0時55分。伊達みきおは収録を終えてずっとやりましょうとお願いしていたので、2組だけで MC をやらせてもらえるのがすごく嬉しいですねと声を弾ませた。バナナマンとの番組を熱望していた理由については、それは大好きだからですよ。あとはバナナサンドって言いたいですよね、かっこ笑い。バナナマンさんと番組をやったらどうなるかって考えて、バナナサンドなんか美味しそうだし、昔からある番組名のようにも聞こえて、一番スポンとハマるんですとにっこり。したらミツルから、だから俺らは他のグループにも行っているんじゃないかって話していたんですよと向けられると、行ってないですよ。例えばラーメンズさんと一緒にやるとしたら、ラーメンサンドとかですか。それはちょっと合わないですねとすぐさま否定した。ところがしたらから他の番組の時でもフラット楽屋に来てくれて、やりたいですね。バナナサンドってそればっかりしか言わなかったよねと追求されると、伊達はぶっちゃけラジオでもよかったんです。でもまさかこうやってテレビで一緒にできるなんて嬉しいですと本音を吐露。昔から知っているのですごく楽しかったですね。テレビなんですけど、バナナマンさんのラジオに出ているようなそんな感じでしたと夢のひとときを振り返った。番組では4人が様々分野のフレッシュなゲストと売れているゲストを迎えてその魅力を紹介。したらは意外とマジでやりやすかった。こういう形の番組だったからかすごくやりやすかったし、バランスも良かったですし、スタッフの人がそのジャンルの中で一番面白い人を連れてきてくれたと絶賛。したらが今ビッグダディやばくないかっこ笑い、久々に来てもらって話を聞いたらすごい面白かったと語ると、伊達はこれ再ブレイクありますよと太鼓判を押し、富澤たけしも次はバナナサンドダディでと続けた。続編や放送時間の昇格など今後の展望を期待されると、伊達がペースとは変えたくないですよねとぽつり。したらがじゃあ2組でやるレギュラー枠を作ってトークもあり何でもありみたいなのができたらいいね。サンドに仙台を案内してもらって笹かまぼこ食べたりするのいいよねと提案すると、伊達がそれは最高ですね、ぜひお願いしますと報道陣にアピールしていた。